Peggy 16.静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。その言葉の意味を理解したのは随分後になってから、イクトモリになってからのことだ。イクトモリは死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世とあの世を行き来し、迷い人を救済するのがイクトモリの仕事だ。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たちイクトモリは輪廻転生への祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが断りだから。